ないですか。結婚できる可能性はほぼゼロです。女性は年取ったら結婚もうええかなってなるのかもしれない。活動の仕方は登録がいいと思います。登録、はい。45歳新ママで昨年離婚、小5の子供1人、子供は巣立ちますし、将来穏やかに過ごせるパートナーがいずれは欲しいと思っています。必ずしも結婚という形にこだわっていませんが、パートナー探しで結婚相談所にお世話になることは可能でしょうか。それくらいの年齢だとお相手もアラフィフになってきますよね。入籍せずに事実婚を希望する人もいるので、全然結婚相談所でも可能なんですけど、結婚にこだわらないってなったらアプリの方がね、女性はモテると思います。恋人だけ作ろうと思ったら。だからまずはアプリに行ってみてもいいかもしれません。やっぱりね、真面目な人がいいから相談所がいいなってなったらもちろん待ってます。続きまして、女性34歳です。長く付き合った人と別れ、仕事も辞めて一旦地元に帰ってきました。一刻も早く婚活したいのですが、仕事が決まらないことには次の家も決められないため動けずにいます。地元ではないところで就職希望です。まずは仕事をと思って転職活動をしていますが、婚活を始められないことに焦りを感じています。全国を視野に婚活してご縁があった先で就職という選択肢もありますが、やはり婚活は仕事が決まってからの方が良いでしょうか。ご質問ありがとうございます。本当は仕事が決まってからの方がいいんですけれども、34歳と35歳はかなりお見合いできる確率が変わってくるので。それはそう、今から始めてもいいかもしれません。例えば働く意欲がある子と、前は正社員だった子と、仕事が決まるより先にお相手が決まったら、お相手の住みたい場所に合わせて仕事を始められるっていうことを書いておけば、少しは戦いやすくなると思います。はい、ありがとうございます。続きまして、30代前半男性です。普段の LINE は簡潔でそっけないと言われるため、婚活では頑張って丁寧に返しているのですが、 LINE のやり取り中に明らかに相手の反応が悪くなります。仲人さんや姉に相談したところ、長文かつ余計な言葉が多いと言われました。残業が多く帰宅も遅いため、平日は電話も難しいです。対面勝負をしたいのですが、好感度を下げずに LINE の頻度を減らす方法はありますか。これもね、プロフィールに LINE は業務連絡のみで苦手だよっていうのをふんわり匂わせたらいいと思うんですよね。交際になった時も LINE が苦手なことを最初からね伝えてしまって、あまり送らないタイプなんだよっていうのを印象付けましょう相手に。 LINE をしなくて振られるケースっていうのは、女性が彼は自分に興味がないから LINE してこないんだって思ってしまうからなので、もともと LINE が苦手なんですよっていうのを伝えておけば振られないです。変なことを送ってしまうぐらいだったら、お店とね、日程だけ決めて、あとは何にも送らない。で、デート前日に、明日はどこどこに何時でよろしくお願いします。楽しみにしてます。って、それぐらい送っとく方がね、変なことを送る男子より好かれます。その代わり、LINE が少ない分、デートはしっかり週1以上。できれば週2ペースでね、会ってください。もし相手がね、めちゃくちゃ LINE が好き、たくさんやり取りしたいって言ってきたら、その時点で彼女はあなたが結構好きなので、多少長い変なやつ送っても大丈夫です。安心して長いやつ送ってください。続きまして、40代前半女性です。婚活中です。結婚相談所とは別のところで彼氏ができました。私はなるべく早く結婚したいです。しかし彼はいずれ結婚はしたいけど、自分の年収をもう少し上げないと今はまだ結婚できないと言っています。彼のことは好きで別れたくありません。でもずるずる付き合っていても結婚につながるのか分からず、自分の年齢が上がっていくばかりで、どうすべきか正解が出せずにいます。友達とは他の人を探した方がいいと言われます。それでもやっぱり彼が好き、どう思われますか。これね、彼あなたと結婚する気ほぼゼロだと思いますよ。だって40過ぎてる女性と付き合って結婚の話になってまだできないってふざけすぎじゃないですか。友達が他の人を探した方が良いっていうのめっちゃわかります。結婚できる可能性ほぼゼロです。どうしても彼が好きっていうのであれば、彼が言い訳にしてるのがお金がネック、年収がネックだと本人は言ってるんですよね。だからお金は私に任せろとあなたが言ったらいいです。私がこれだけ稼いでいて、貯金もこれだけある。あなたの年収が今これだけでも私は全く問題ない。なんなら私は養えるぐらい言って様子見ましょう。それでもね、彼がためらったらお金じゃない。あなたと結婚する気がないっていうことです。なので別れましょう。40代前半女性、小割婚活のお付き合い、結婚の注意点、アドバイスを聞きたいです。特に10歳から14歳ぐらいの微妙な年齢、なおかつお相手と子供が異性の場合は、同性などを考えると成人するまで婚活は難しいですか。まず所長と和田さんは結婚してるけど子供がいなくて、私も上の子がまだ8歳なので、今回は離婚も経験して、かつ娘さんを成人まで育て上げた質問者さんと似た経歴を持つスタッフに回答をお願いしようと思います。お願いします。お願いします。質問をくださった方は思春期のお子様を気にされているように感じました、それは質問者さんにとってお子様が一番大切に思われているからではないでしょうか。
結婚が初めての方も再婚の方も結婚物語に入会して幸せなご縁をつないでほしいと思います。たくさん入会してくださると私たちも大喜び、収益も大喜びになります。けれども今あなたが求めているのは幸せが本当はお子様であり、お子様を一番に考えたいというのであれば、残念ですが私たちは入会をお勧めいたしません。あなたが心置きなく婚活がしたいと思う時期が来てからでも十分に婚活することはできます。婚活に最適な時は人によって違います。今は子供が大事と思うなら焦らなくても大丈夫です。全力で婚活がしたいと思われたら、ぜひとも結婚物語にご入会ください。私たちが全力でサポートをさせていただきたいと思います。その時をお待ちしています。今ね、お子さんか婚活かっていうので、多分この質問者さんの書き方だったら、お子さんがね、一番大事なように伝わるので、実はどの結婚相談所連盟でも、45歳を過ぎたらずっと男性の数の方が多くなるんですよ。男性は年取っても結婚したい生き物で、女性は年取ったら結婚もうええかなってなるのかもしれない。なので、女性の場合は今、ミド4だったら、焦ってね、すぐに婚活しようと頑張らなくても、50歳過ぎてから婚活した方が、持てる場合もね全然あるんですよ。なので子供を産みたいならね、一刻も早く入会すればいいけど、すでに可愛いお子さんがいるので、そのね育児に集中してお子さんが育ってから結婚物語に来てもらっても十分ね素敵なお相手が見つかると思います。結婚物語は他の相談所と違って年齢での入会制限はないので、何歳になっても入会できますということで、その時にね私たちお待ちしております。次の質問がですね、 LGBTQ+ の方からのご質問ですので、弊社の担当者からお話をさせていただきます。女性です。愛知県在住の27歳です。現在は別の結婚相談所で活動していますが、将来的には結婚物語さんに移籍したいです。相談なのですが、自分はバイです。女性も男性もどちらも好きなのですが、このような人間はどうやって活動したら良いのでしょうか。また男性向け女性向けでプロフィールを変えたり接し方を変えた方が良いのでしょうか。活動の仕方はダブル登録がいいと思います。ダブル登録、はい、今活動されているのと同じように弊社でも登録していただいて、それプラス LGBT のサポート協会の方にも登録して、そちらで同性のお相手を探すっていうのがいいと思います。だから今と同じように男性向けのプロフィール作って登録して、はい、もう一つ LGBTQ プラスの連盟用のプロフィールを作って登録するみたいな形ですね、はい、内容は同じでもいいと思うんですけど、うん、LGBTQ の方は結構ご縁をすごく大切にされるので、まずは会ってみようっていう方が多いので、うんうん、同じプロフィールでもいいと思います。あとは活動していく中で男性によって態度を変える、女性によって態度を変えるっていうよりは、自然体で自然と変わるのであればそれでいいと思います。なるほど、ありがとうございます。続きまして、女性。私は31歳、東京23区在住、フリーランス。売上は1000万で、所得700万ぐらいです。これから婚活を考えています。恋愛経験ゼロで全くモテません。男性受けしないかもしれないです。全身脱毛、月1美容院、美容皮膚科、ホワイトニングなど、服は好きで、月に4、5万ぐらい購入していて、見た目は気を使っています。フリーランスだと、育休、産休取れないので、婚活は不利ですか？できれば、23区及び周辺に住みたい方を探しています。都会だと、東京育ちの人を見つけるのは難しいでしょうか。また東京縛りにすることで難易度が上がりますか。恋愛経験なく男性の良し悪しもわからないので、顔、身長、職業、学歴、年収は不問です。年齢は47歳くらいまでで考えてます。もうね、モテないとかフリーランスとか東京縛りとか以前に、31歳で47歳まで行けたら合格で行けます。年収もね、所得700万ってめっちゃ頑張ってるから、育休産休取れなくても全然大丈夫だと思う。今ね、ほとんどの女性が5歳差以内の男性を探してるんですよ。だからね、16歳まで上 OK って、それかなり強いです。もう今すぐ入ってきてほしいですね。イケてるハイスペおじさんにね、どんどん申し込んだら、よっぽど性格悪いとかじゃない限り、すぐ相手見つかると思う。で、性格悪い人は顔、身長、職業、学歴、年収ってこだわってくるから、それも全部どうでもいいんでしょ。それで16歳上まで OK、 絶対いけるので、今すぐね、結婚相談所に入りましょう。我々待ってます。続きまして、30代前半男性です。今まで結婚しなくても良いと考え、散財借金をしてきました。しかし最近になって結婚した方が良いと考えるようになったのですが、借金を返し終えてから婚活を始めた方が良いでしょうか。現状借金700万、貯金50万、年収800万です。
ご質問ありがとうございます。一番は借金がなくなってから婚活を始めるのがいいとは思います、うんうん、ただしたいと思った時に始めなければ後悔するんじゃないかなって。30代前半って一番モテますからね。今やってもいいかもしれないですね。はい、なのでまずはお金のプロに相談して返済計画をきっちり立てましょう、うんうん、その上できちんと返済を実行しつつ婚活もしましょう。交際相手に借金のことを打ち明けるときに返済の実績とこれからの見通しが立つか立たないかで印象はだいぶ変わるので考えてみてください。はい、頑張ってください。はい、続きまして、はじめまして、私は35歳女性、専門職、年収1300万、関東、身長165センチです。同年代で年収600万以上、身長160センチ以上で検索して、家庭のことを協力できる方を希望しています。意外、全然高望みじゃないですね。幸いなことに、プラスマイナス3歳の方とお見合いを組めるのですが、全国転勤の可能性がある方が多いです。私が毎回転職してついていくと、数年しかその地で働かないので、年収が半減する可能性が高く、現実的ではないと思っています。転職についていけないことはどのタイミングでお伝えすべきでしょうか。また転勤についていけないというのはかなり不利な条件なのでしょうか。スペックがめちゃめちゃ高いし、しかも3歳以内とお見合い組見てたらね、多分顔も結構可愛いと思うんですよね。なので全く転勤についていけないのは不利じゃないですね。転勤族から申し込みが多いってことは多分資格職だからみんなに大人気だと思うんですよ。転勤族最初から切りましょう。プロフィールに今の職場はずっと続けたいですみたいな働く意欲とともにね書いておけば、転勤ない人とばっかりねお見合い組めると思うので、全然転勤についていけなくていい。もうプロフィールに書いて最初から転勤族切って転勤がない人とお見合いしてください。はい、それでは質問に怒涛のように回答してきましたが、お疲れ様でした。ありがとうございました。もう撮り始めた時に比べておでこも油出てカテカなってきた。もう疲れ切ったこれ。ちょっとね長かったですね。どうでしたか？緊張しました？めちゃめちゃ緊張しました。いや、もう新しい風がね吹いて、これからもレギュラーで頑張りますね。お願いします。絶対出る気ないやん。はい、ということで今日は皆様のご質問に結婚物語スタッフで答えてまいりました。この動画がいいと思われた方はチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。コメント毎回全部読んでるし、所長も読んで喜んでおります。よろしくお願いします。結婚物語チャンネルは毎週木曜日18時から更新しております。結婚物語ってどんな相談所かなって気になった方は、よろしければ概要欄からホームページに行ってみてください。それではまた来週お会いしましょう。皆さんさようなら。疲れた。34歳と35歳はかなりお見合いでできる、かなりお見合いできる確率が変わってくるので、それはそう、お見合いしてください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。次行きましょうか。